賞金1万円を差し上げます。お答えいただく方は今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは電話をかけます。なんか祭日だからね、はい、出てくださる。そうですね、電話がつながってからクイズです、はい、さあ5回コール以内にどうぞ、はい、もしもし、もしもし、あ、こんにちは、あこちゃんです。あ、こんにちは。大阪市のラジオネームタコノスケさん、はい、ありがとうございます。いや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 、よかったです。1回で出ましたね。はい、もうあのなんかかかってくる予感がして、なんかあのアッコさんとのあの実家の方にも近いんで、あ、そう、はい、いや、寺田町なんです。あ、そう、はい、そんな家が近いからってかかってくる分。予感がしたっていう、はい、なんかかかってきそうな気がしました、まあ、多分思い込みだったんでしょうけど偶然が重なりました ね、 いや、はい、でも当てない意味ないからね、はい、当ててくださいよ、はい、しっかりと聞いてください、はい、問題です、はい、今月28日夜7時からフジテレビで春田ドリフだみんな集まれ全員集合というスペシャル番組が放送されます、はい、ドリフターズのアコさんといえば、アコさんが雷様のコントに出られた時にアッコさんの激しいツッコミに怖くて厳しいと言われるリーダーのあの方がタジタジになってしまいました。さあ、ズバリそれは誰でしょうか。1番、まだまだです、4択ですよ、はいはい、1番加藤茶さん、はい、2番ガリア長介さん、はい、3番中本浩二さん、はい、4番新井中さん。4択です、どうぞ。はい、2番ガリア長介さんです。正解。はい、あのね、この大阪人の一番あかんとこはね、はい、何番でしょうかって呼んでる時にね、先に言うてしまう。さっきまでラジオ聞いてなかったんですか、私があの10回クイズで先に答え言うてしまう。自分のことを例題に。なんで大阪はみんなそない。いや、でも分かりやすい。青森ちゃうやろなって言ってましたから。分かりやすい問題やったでしょ。はい、あの最初の頃方はいつもあの仕事で聞けないんですね。あ、なるほど。あ、マンションの管理人さんやってらっしゃるっていう。はい、12時から1時まで休憩で、その間いつも聞いてるんですけど。なるほど。前半聞けなくて。ラッキーでしたね。はい、はい、今日たまたま祭日で休めて、ね、はい、またね、大阪どうか分からへんけど、フジテレビからカンテレで28日やるかも分かりませんから、はい、ぜひ、はい、はい、見てください。はい、特番ご覧になってくださいね。はい、当たってよかったです。おめでとうございました。はい、あの目の方を大事にしてください。ありがとうございます。おおきに、はい。ありがとう。はい。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、1万円楽しみに待っててください。はい。ということでクイズ、あこちゃんに叱られるでした。はい、正解は2番、いかりや長介さんでした。